サビサビでーす。これも流しに置いといたら錆びちゃいました。で、ブラストバム、100回ぐらい使用したやつの20倍か30倍かそんぐらい薄めをなみなみと。で、これで1日様子見まーす。2日ぐらいだな。2日ぐらい様子見まーす。あげちゃった後ですけど、あとは、なんだっけな。カッターの刃ですね。あれが一番、錆がひどかったけど。あれ？こんなの入れたっけな。入れたよな。表面の錆が、浮いて、黒くなって浮いて、どんどん落ちます。でも刃はちゃんと残ってます。酸でやってるわけじゃないから刃は潰れないですね。あ、そうだ、カッターの刃を入れといたような気がするな。一番錆がひどかったですけど、いて、錆は全部落ちましたね。錆だけ落ちて刃はしっかり残ります。これがブラストバムです。またカッターの刃は少し研げば使えまーす。じゃあね、先ほどのカッターです。普通に刃は残ってまーす。酸じゃないから歯を痛めない。まあ、研いだ方がいいけどね。うん。そんな感じでーす。素晴らしい。肥後の神。これをアンティークなんですけど、何十年か開かずの間から出てきたんですけど、アンティークではなくなってしまいましてですね。いや、錆びてた方が、良かったかなと思ったんですけど、まあ、これも実験で、こんなになってしまいました。はい。まあ、この刃の部分は鋼なのでね、黒く残ってますね。うん。ただね、綺麗になっちゃったからね、まあいいや、これはこれで、イヤフォークで出してみます。で、先ほどのカッターね、刃は潰れてませんでした。ちょっと黒くなってるけど、まあ鋼だからね、黒くなっちゃうんだけど。それから糸切り、これもしっかり、切り口がしっかりしてます。ギザギザじゃないです。しっかりしてます。バッチリです。ってことでね、1年以上経ってるんだけど、まだね、全然使ってないっていうね。この 200ml を10倍か、20倍ぐらい薄めかな。うん。で、まあ、2リッターぐらい作って、で、毎度毎度、YouTube に出してますけど、ドングロの、もう100回以上使ってる、溶液、薄め液ですね。うん。で、いろいろと、こういう道具なんかのね。まあ、うち整理屋もやってますんで、リサイクル屋さんも、生前整理とか、遺品整理とか、閉店とか、いう店舗の片付けとかやってると、やっぱり倉庫からなんかすげえ昔のがこう出てくるんですけど、やっぱ錆を、地金を傷めずに取りたいっていうのがやっぱありますんで、で、これを使用してますね。ただ使用してるけど全然減ってかないんで、うちであんまり売れないんですね。プロの人は板金屋さんとか、配管屋さんとか、どんどん使ってくれてるんですけど、個人の方は、こう、また溶液をですね、こう、ペットボトルに戻してですね、また置いといて、まあ、私もちょっと、根がケチなもんで、
もう100回ぐらい、100回以上使ってるんですけど、全然減ってきません。で、だん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 やっぱりですね、1日で落ちたものが、落ちなくて2日かけてとか3日かけて4日かけてって言ったら、またちょろっちょろっとこう、あの原液をですね、少し足せばいいんですね。で、落ちたサビを、またペットボトルに戻すときに、ちゃんと布かティッシュかなんかでこして、錆びたその、カスなんかは、破棄してください。そうすると、中で反応がしなくなりますんで、だから鉄の入れ物とかにすると、ずーっと反応しちゃって、ダメになっちゃいますんで、液体が。なので、プラスチックとかそういうペットボトルの、そういう入れ物に入れてあげると、ひたすら長持ちしますね。あ、これちゃんとしてるね。鋼を挟んであるんだよ。わかるかな？真ん中の部分が、この背の部分なんですけど、真ん中が黒くなってるんですよ。これいい肥後の髪ですよ。素晴らしい。最強ですね。この肥後の髪はかなり高級品だと思います。やっぱね、この歯の部分だけがね、黒いんですよね。黒錆になってるんですよね。そこの部分が鋼っていうことですね。うん。あとこれも、拾ってきたカッターね。うん、サビサビで、こうスライドしなかったの。くっついちゃって。それが普通にスムーズになって、で、ちゃんと髪もスパッとこう切れるというね。うん。だちょっと手で取るとき怖かったですけど。まあ、そんなで、ブラストバム。プロがですね、溶液がすごく高くなっちゃって、今、販売中止となっております。ものすごい高いです。で、こっちはまだ売っておりますんで、お早めにどうぞ。値段もね、少し上がるって言ってたかな。原材料はちょっと高くなってきてるので、ね、日本だけだよね。景気がなかなか上がらないのは。うん、株はめちゃめちゃ上がってんだけど、南西サラリーマンの人なんかのお給料がね、なかなか上がりづらいということで、いつ反映されるんでしょうかね。うん。どんどん、うちのジュエリーとか、メガネとか、あとは、旧車パーツを、どんどん買ってくれるお客様がね、増えるといいですけど、まあ、その前に、物を捨てる前に、サビを取って、もう一回使おうではないかという、地球に優しい、酸でもなく、アルカリでもなく、中性の、サビ取り剤、除精剤、ブラストバムの、たまには、実験&広告でした。じゃあねー。